はい、こんにちは、しんです。今日はね、僕ちょっと一人なんですけど、まあ、前回第1回の草刈りをしてから、まあ、10日ほどが経ちました。で、その間1回も現場を見に来れていなかったので、それの現場の確認、それと今日は草刈り機も持ってきているので、まあ、草刈りのね練習をしていきたいと思います。で、前回先生がいろいろと教えてくれながら、まあ、この一帯の駐車場作りですね、草刈りをしていきました。で、最後除草剤も撒いて、その除草剤が結構効いているように見えるので、まあ、その辺も確認しながら撮っていきたいと思います。プラス今日ちょっと草刈りをしていきたいポイントがあって、それがここかな。今ね、竹林みたいになっちゃってて、で、前回蜂の巣があって、その蜂の巣の影響で作業中断しちゃってた部分でもあるんで、まあ、その辺ちょっと気をつけながら進めていけたらなと思います。一応この辺りをね、前回除草剤撒いてます。結構ちゃんと枯れてますよね。まあ、ここを攻めていくためにこの木たちをどかしていく作業、それに伴って結構背が高い草が生えてたんですけど、それもだいぶ作業しやすくなってます、除草剤のおかげで。で、今日やってきたい場所がここですね。まあ、この一帯を、そう、前回あとここにね蜂の巣があって、先生もなんか見たことがない蜂だったから危険だろうっていうことで一回止めました。でも、もう見る限りはいないので、まあ、気をつけながら進めていきます。歯の軸がずれてると揺れます。じゃあね、気を取り直していきます。ですね、やはり蜂が大量発生していまして、もうこのままあそこの手入れは中止です。なので、まあ、片付けして除草剤をね撒いていきたいと思います。はい、でね、今回はね、草刈りに関しては3メーター、3メーターぐらいは進みました。けどやっぱりね、蜂の巣がもう一個あったみたいで、まあ、今回は断念します。やっぱ蜂危険なんでね、本当はタイムラプスとかも回してたんで、こう一人で全部綺麗になるような動画をね、作りたかったんですけど、次回のお楽しみということで、また作戦を練りたいと思います。マイペースにやっていくと思うんですけど、よろしくお願いします。ではまた来週。いい感じあれば。